千葉和彦のワンウェイラジオ。皆さんこんばんは。8月7日金曜日22時になりました。ランウェイラジオ金曜パーソナリティの千葉和彦です。いよいよ今週から始まりましたランウェイラジオ。月曜日は太田康介選手、水曜日近藤岳人さん、そして金曜日千葉和彦がお送りしたいと思います。月曜日、水曜日、そして今日は金曜日で3日とも全部聞いたよっていう人、聞いてるよっていう人どんくらいいますかね。おお、はい、いいよ、足下ろして、あ、手じゃねんかいっていう、ね、いや、ありがたいですね。こんなにたくさんの人が、たくさんかどうか分かりませんけども、聞いてくれてる人がいると思うと嬉しいです。月曜日はね、太田選手が奥さんとのこの馴れ初めをね、教えてくれました。このスケベ野郎太田康介、このスケベが。そして水曜日はガクちゃんがね、開墾植物についてめちゃくちゃ熱く語ってくれてました。僕も知らなかったんですけど、パプキス、あのラジオ聞いてからすぐ、ググってみたら、なんか物によってはもう何十万ってするやつもあって、僕が見た一番高値はもう60万ぐらいするやつがあって、なかなかいい商売してんなっていう感じですよね。ガクちゃんもなんかやればいいのにね、輸入業者、パプキスのパプキス商人、元 J リーガー現パプキス商人近藤ガクと、肩書きとしてはなんかすごいかっこいいですけどね、横文字ばっかで稼げそうな感じします。そして今日金曜日、私千葉和彦がお送りいたしております。このラジオを通じてね、皆さんとの距離がどんどん縮まればいいなと思ってますし、まあ一方的ですけども、ラジオなんでね、皆さんからのメッセージだとか、質問だとかを通してね、僕のことをもっと分かっていただけたらなと思います。それではまずこのコーナーからいきましょう。プレイヤーズアイ。このコーナーでは選手目線で試合やトレーニング、オフザピッチを解説していくコーナーです。本日は千葉目線で、先週土曜日に行われました対柏レイソル戦、そして今週水曜日に行われましたルヴァンカップ対清水エスパルス戦について語っていきたいと思います。まずは、先週行われました柏レイソル戦、まあ惜しくもね 0-1 で負けてはしまいましたけども、非常に、お互い緊張感のあるゲームを展開してましたし、どちらにもねチャンスはあったので、どちらが勝ってもおかしくない試合だったかなと思いますね。特に柏は、まあ、柏というかネルシーノ監督ですね。ネルシーノ監督はやっぱり相手のこう良さを消していく監督なので、なかなかうちらしくボールを回していくことはできなかったかなと思いますし、特徴のあるね、攻撃に特徴のある選手の良さをうまく消されてたかなという印象を持ちましたね。まあ、相手のチャンスもそんな多くはなかった中でやっぱり今ね得点を量産しているオルンガ選手のワンチャンスで、まあ、あの江坂選手のボールも素晴らしかったですけども、やっぱあそこを決めきるっていうオルンガ選手に一瞬の隙を突かれてやられてしまったかなっていう印象ですけども、まあ 0-1 で負けはしましたけども、1点取られてからもね、自分たちが押し込む展開も作れてましたし、そこから失点をね重ねることなくゲームを運べたっていうのは、今我々がこう好調を維持している
要因の一つではないのかなと思うので、まあ、引きずることなくね次のリーグ戦に向かっていければいいなと思います。そして水曜日はですねアウェーの、清水エスパルス戦ルヴァンカップですけれども、こちら大幅にメンバーも変えて、まあエスパルスもそうですけど大幅にメンバーを変更してですね戦ったわけですけども、僕も今シーズン、初めて、公式戦でまあベンチでしたけども公式戦の雰囲気を味わうことができて、やっぱスタジアムの雰囲気もねお客さんが少なかったですけどもお客さんが入った中で、公式戦をの雰囲気を味わうことができたので非常に、いい時間でしたし、改めてねサッカーのね楽しさだったりお客さんの中でやる楽しさスタジアムの雰囲気っていうのを感じれたので非常に良かったかなと思います。試合もですね、立ち上がりこそね清水がボールを支配して、まあ、相手のシステムと自分たちのシステムちょっと噛み合わなかった部分があったので最初はちょっと戸惑いとか若干あったのかなっていう気はベンチから見ててしましたけども、でも徐々に慣れてって、で前半のね終わり際にセットプレー絡みで点も取れましたし、前半は押されてましたけども1点を取ったことで、ね、そこからはもう後半はもう自分たちのペースで試合を運べましたし、普段もこうリーグ戦に絡めないメンバーでこう挑んだゲームだったんですけども、そういうメンバーたちが自信になるような試合をできたんじゃないかなと思います。これをねリーグ戦につなげていけるように、まだまだリーグ戦この先長いですから、選手層を厚くするっていう意味でもね非常に重要な一戦だったんじゃないかなと思います。さて続いてはランナーからのメッセージをご紹介していきたいと思います。こちらのメッセージはランウェイラジオオフィシャルウェブサイト内にてメッセージを募集しています。皆さんには自身でメッセージテーマを記載いただき、それについて書き込んでいただければと思います。本日ご紹介させていただくのはランナー名ズーさん、メッセージテーマが今年の夏の過ごし方。初めてメールします。なかなか遠出ができないので最近は Google マップで海外を飛び回っています。先日は九龍城のあたりを散策していました。でもせっかくの夏なので何か思い出を作りたいなと思っています。いつまでも忘れられないような夏にするには何をしたらいいでしょうか。ご意見いただけたら嬉しいです。また千葉さんにとっての忘れられない夏の思い出話も聞いてみたいです。よろしくお願いします。夏の思い出まあこう小学校3年生になって本格的にサッカーを始めて、でそっからはもう毎年毎年夏休みは遠征行ってたので、もう夏の思い出、夏休みの思い出っていうと小学校3年生までの夏休みの記憶がしかないかな。まあ、うちは千葉家は夏絶対キャンプ行ってたので、僕の一番の夏の思い出、夏休みの思い出っていうのはキャンプですね。冬は、スキーで夏はキャンプっていうのが千葉家の毎年の恒例行事だったので、キャンプですね。で最近なんかキャンプもいろいろなおしゃれなグッズが出てきてるじゃないですか。まあ便利グッズもしかり、こうただ行って一泊テントで泊まって帰ってくるんじゃなくて、家にいるよりもこうよりおしゃれにどう過ごすかっていう、そういうキャンプになってきてると思うので、まあそれ行くまでも楽しいですし、まあ行ってからもねもちろん楽しいと思うので、僕のおすすめはやっぱキャンプですね。僕もキャンプグッズが全然バーベキューセットしかないので、テントとかいろいろ集めてみたいなって思うように最近なったので、
いろいろ本屋とか行ったりしてキャンプグッズの本立ち読みしたりしてますね。まあ、夏っていうか、まあ、北海道の夏は全然キャンプできるんですけど、この本州の夏って夏めちゃくちゃ暑いんで、キャンプってなると結構多分夜寝れないですよね、テントでもね。北海道全然梅雨とかもないんで夏でも全然涼しいからいいですけど、で小学校卒業するまで僕北海道にいたんですけど、それまでこう梅雨というものが北海道になかったので、中学1年生から三重県に父親の転勤で引っ越すことになったんですけども、その時に初めて梅雨というものを経験して衝撃的でしたね。あの息苦しさリビングから2階に上がる時の、あの階段の息苦しさ、これが梅雨かと思いましたね。まあでも本州でも全然あの山の方とか行けば涼しいとこありますし、キャンプだとね、今こういう状況でコロナの状況とかもあっても密を避けて楽しめる、ものだと思いますんで、ぜひキャンプ、はい、ズーさん、僕のおすすめはキャンプです。いろいろキャンプグッズを集めて行ってみてはいかがでしょうか。では今週はここまでとなります。メッセージの投稿方法はランウェイラジオオフィシャルウェブサイト内にて掲載しておりますので、ぜひご覧ください。皆さんからのメッセージをお待ちしております。次回は来週月曜日、太田康介のランウェイラジオをお楽しみください。ランウェイラジオ、金曜パーソナリティ千葉和彦がお送りしました。